尖閣侵入に対してアメリカが動き出すことになりそうです。中国に侵入をやめるよう要求。さすがのアメリカもギリギリで、中国のやりすぎな行為を見逃さないようですが、今回はこの話について見ていきたいと思います。民族弾圧に関して、中国は世界的な批判を浴びています。毎度のこととはいえ、尖閣への侵入は今年になってから異常すぎる頻度です。他国領土への侵入は決して許される行為ではありません。昨年2020年に引き続き、尖閣諸島近海での中国公船の活動は増加する一方です。特に、2021年2月20日、21日の両日は領海へ侵入するなど、横暴な行動をしていました。政府内では危機感が募っているようです。こうした行動に及んだのは、中国海警備局所属の艦艇2隻で、日本の民間漁船を追尾するように、意図的に、日本の領海内に侵入したのではないかと見られています。追いかけられた漁業者の思いを想像すると腹立たしくなります。2月1日、中国政府破壊警備局に関する法改正を行いました。その内容は、自分たちが必要と考えた場合、海警備局職員が個人的に携帯している重火器や艦艇に装備された兵装等、武器使用のハードルを合法化させたのです。中国は、個人が重火器を所持しても良いんですね。この改正によって、今までより簡単に武器を使用してくる可能性が増えたことは確かです。また、3年前の2017年、中国海警備局が軍事警察の管轄下に入ったこともあり、これまで以上の中国の強硬な姿勢が予想される日本にとって嫌な状況になってしまったのです。2020年11月、事件がありました。来日していた中国の王国務委員兼外相が、日本の茂木外相の前で、尖閣諸島周辺海域に日本が侵入するから、我々は仕方なく対応していると発言したのです。王氏の発言内容もですが、問題だったのは、何一つ反論しなかった茂木外相です。彼に対して、批判の声が殺到する始末でした。外務省側の見解では、この王外相と茂木外相の記者会見は、双方が自国の見解を主張する場であり、議論の場ではなかったということです。だから、茂木氏は何も言えなかったということでしょうか。だからといって、目の前で自国の政策を完全に否定する発言をされたのに反論もせず、言われっぱなしだったのは、その主張を認めたも同じではないか。しかも、茂木外相は、中国語で、相手に謝意を示したということにも非難が集中したのです。こういった尖閣諸島をめぐる中国側の強硬な姿勢は、日本漁船を追尾して領海へ侵入した事件でも明らかですし、政治的にも現場運用からも厳しくなっていくことは、間違いようのない事実と言えましょう。2021年2月8日、中国外務省の広志副報道局長の記者会見では、中国海警備局所属の艦艇は、尖閣諸島海域で法に基づく正当な措置を講じていると述べ、先の海峡法改正を盾にその行いを正当化しました。その上で、尖閣諸島は中国固有の領土という従来の見解を示し、中国の領土であった尖閣諸島は日清戦争の結果、台湾と共に日本に奪われたという中国政府の持論を改めて展開したのです。日清戦争は1894年、明治27年に起こった日本と中国、当時は清志との間の戦争です。この戦いに勝利した日本は、一気に近代化を進めました。急激な変化に西洋に仲間入りしたと勘違いする要因の一つになっただけでなく、太平洋戦争の遠因になったという意見もあります。100年以上前の戦争を持ち出されても、と思いますよね。それを言うなら、太平洋戦争後にロシアが占領し、現在も支配し続けている北方領土はどうなるんでしょう。そして、中国だって、清の時代にロシア帝国に奪われた領土も存在しているはずですが、それはいいんでしょうか。
さて、中国が執拗に尖閣諸島の支配権を盾に海域侵入を繰り返しているという状況下で、アメリカに日本をぬか喜びさせる動きがありました。2月24日の記者会見で、国防防衛省のカービー報道官が尖閣諸島に日本の主権があると認め、中国の行動を非難する旨を発言したのです。一見、日本を援護したようだったので、さすがは同盟国だと喜んだ日本人も多かったはずです。しかし、現実は甘くなかったようです。それから、わずか2日後の26日、報道官は、その発言の誤りを謝罪、日米安保条約に基づいた尖閣諸島を含む日本の防衛には、これまでと同様、アメリカが関与すると述べるだけに発言を修正したのでした。カービー報道官の発言の修正は、どっちつかずの玉虫色の内容です。つまり、アメリカ政府は、従来通り、尖閣諸島における日本の施設権は容認するが、主権については、その限りではないということですから。主権争いにアメリカは介入しないと宣言したようなものです。中国側には立たないが、日本側に立つつもりもないということでしょう。やっぱり、アメリカは当てにならない同盟国です。どちらにもいい顔をしたいというアメリカの意図があからさまですね。2021年、アメリカは民主党のバイデン新政権に変わりました。とはいえ、これまで通り尖閣諸島の防衛にはアメリカの後押しが期待できると日本政府は考えのでしょうが、その頼りな差が分かったはずですね。アメリカ一筋というのは危険すぎると政府関係者が理解してくれたと思いたいものです。前述のカービー報道官の修正発言を額面通りに受け取れば、アメリカが認めているのは、日本が尖閣諸島に持っているのは施設権だけで、主権までは認めていないということになります。アメリカは、この方針を堅持すると、あえて政治的に示したということは、万が一、中国と日本の間で、尖閣諸島の主権をめぐる武力衝突が起きても、アメリカが、日本へ軍事的に支援してくれると期待するのは甘すぎると考えるべきでしょう。つまり、今まで長年貢いできた金はドブに捨てただけということにもなりかねないということです。こうしたアメリカの動きと前後して、日本政府は25日、日本の領土に上陸する目的で他国の軍艦などの艦艇が領海に侵入してきた場合、対峙する海上保安庁が対抗措置を取れるという考えを公表しました。これは、現行の海上保安庁法での海上保安官の武器使用を明確化しようとするものですが、尖閣諸島海域での中国公船への対応を念頭に置いたものということは言うまでもありません。海上保安庁法では、海上保安官が対峙する相手に、重火器を使って危害を加える行動を危害射撃と定義していますが、昨今の世界情勢を考慮した上で、実効的な解釈に踏み込もうとするものと思われます。海上保安庁法は大枠で、海上保安官が犯人の逮捕を行う場合や、その逃走を阻止する目的での武器使用を認めています。要するに、警察権限の一部として、職務執行上の範囲に含んでいるのです。しかし、被害射撃に限定した場合は条件があって、相手が先に攻撃してきた正当防衛であること、次に殺人犯などの非常に凶悪な犯人を逮捕する場合だけ行えるというものです。つまり解釈によって是非が問われることにもなるわけです。今回日本政府が示した見解は、具体的には、中国側が上陸目的で尖閣諸島へ艦艇での領海侵犯を行うことが非常に凶悪な犯人を逮捕することに該当するとみなすことを意味しているのです。つまり、中国艦艇が尖閣諸島に接近し、日本側の退去勧告を無視し、なおも接近を続けた場合、上陸目的と判断しても良いということと考えられます。さらに、海上保安庁による対応が困難と判断され、海上自衛隊に対して海上警備行動が発令された場合も、機害射撃を認めるとしています。抑止力としてより対応を強化していこうという解釈と思われます。